簡単に、まあ、いわゆる北海道マラソンのコースで、できるのかなっていうのはあります。最近の国際陸連のトレンドというか流れを考えますと、やはり周回でやる可能性は高いんではないかなというふうには。日本陸連の昨日の会見、川野忠長距離マラソンディレクターは周回コースが取り入れられる可能性を指摘しました。参考になるのは3年前のリオデジャネイロオリンピックのマラソンコースです。リオのカーニバルの会場であるサンボドロモを出発した選手たちは海風が吹く海岸へ、1周10キロのコースを3周周回してから街中を抜けスタート地点に戻るコースです。札幌移転のきっかけとなった世界陸上ドーハのマラソンも7キロの周回ルートを6周するコースでした。なぜ世界のマラソンで周回コースがトレンドなのでしょうか。1周目より2周目、2周目より3周目ということで、はい、人間ってこう記憶がどんどんこう、深まってくる。一旦感覚が、感覚をつかむとですね、はい、意外とこうリズム取りやすいです。ボランティアの方、また、救護でしたり、はい、まあ、現場でのですね、はい、まあ、警備ですね、はい、体制がですね、まあ、本当に10キロで、済んでしまう。こうした中、明日組織委員会の森会長が札幌入りし、秋元札幌市長や鈴木知事と会談することが決まりました。道議会ではこんな懸念も。仮に明日ですね、森会長から何かしらの費用負担を求められた際、知事はどのように対応するおつもりなのか。新たな経費については東京都は負担したいことが合意されましたことを踏まえますと、札幌開催にかかる大会経費につきましては組織委員会において負担することが基本であるというふうに考えています。トップ会談で費用やコース設定などの問題が進展するのか注目されます。